新潟県道589号小路谷長岡線は、新潟県小路谷市から長岡市に至る一般県道。国道351号、291号などと、ともに小路谷、長岡漁師境の品濃川右岸側を経由する旧国道17号の区間を担う。激しい降雨や台風など、 降水量が多い際には土砂崩れの恐れがあり、しばしば通行規制がかかるため交通の大きな障害となっていたことから、国道17号は、品野川砂岩を大きく迂回するルートに移り、全区間が新潟県に移管された。片側2車線の国道17号を、魚沼市方面へ南下すると、小千谷市との境にあたる古市の大橋東詰め前で、片側1車線に減少する。 国道17号はそのまま道なりに、品濃川を渡るが、小路谷長岡線は、この交差点から左手に分かれ、右岸川を崖に沿うように、小路谷市の東側市街を目指して走る。右手は品濃川、左手は、石坂山の西斜面に面する、やや狭いな区間。また、石坂山六部には、JR 上越線の江の木トンネルが通っている。小路谷市に入ると、 横渡り交差点で国道291号に接続し、ここが小千谷長岡線の起点となる。そのすぐ先に品野川の西側を迂回してきた小千谷バイパスの JIC がある。以南は引き続き国道291号となり、小千谷駅方面へと至る。小千谷バイパスを経由するよりも距離が短く、また小千谷市の東側市街や長岡市山越地区へは、 王子や長岡線を経由した方が近いため、バイパス開通後も通行量は比較的多い。また、路線バスもこのルートを通るため、新潟県中越地震後も重要な道路の一つである。この区間の長岡市妙県関付近では、JR 上越線の下り線の江の木トンネルの出口付近で、ロックシェッドとなっているところがあり、明かり区間がある。 新潟県道589号の崖崩れ現場2004年11月6日撮影新潟県道589号の崖崩れ現場2005年4月撮影2004年10月23日に発生した新潟県中越地震で長岡市明県庁地内の石坂山の西斜面が幅約240メートル高さ約60メートルにわたって崩壊 真下を経由する小路や長岡線の道路施設は完全に崩壊し、その土砂は品野川まで流れ込んだ。地震発生時、現場付近では車両2台が通行していたが、このうちトラック1台は路盤ごと川へ転落し、乗用車1台は土砂や岩石に飲み込まれた。乗用車に乗っていた親子3人は約92時間後に発見され、母親と当時3歳の女児は、 死亡が確認されたが、当時2歳の男児が救出された。この土砂崩れの発生区間は、中越地震の象徴的な被災現場の一つとして、全国でも大きく報じられた。このおじやし裏柄らから、妙見町にかけての区間は、地震以降、全面通行止めとなり、崩落した土砂や構造物は、しばらくの間手つかずになっていた。しかしおじや、 長岡漁師を結ぶ、幹線道路が一路線断たれたことにより、おじやバイパスの交通量が著しく増大したため、特に朝夕の通勤時間帯には、慢性的に流れが悪くなっていた。このため県と漁師が検討した結果、2005年10月に、減刑復旧する方針を決定。延長300メートルにわたる区間について、現場の崩落した土砂を撤去し、 西側斜面は、コンクリートや方枠ブロックで保護した上で、旧道東側を掘削して、新経路が建設された。この復旧工事を経て2007年3月24日、長らく通行止めが続いていた。被災区間が2年半ぶりに開通し、通常通り通行できるようになった。また、小地谷木津交差点、長岡市明剣関交差点間の最大通過所要時間は、 小じや長岡線の通行止め期間には最大約45分を要していたが復旧後は約9分に短縮されている。また県と漁師は慰霊碑や公園などを有する震災の被害を伝える施設を現場近くに建設する方針を同年11月28日に発表した。その後整備が進められ。 中越地震から7年後の2011年10月23日に、妙県メモリアルパークとして開場した。国道17号は品野川、佐賀川、小路屋市街北川を C の字を描くように迂回している。横渡り交差点。2006年9月24日撮影。横渡り交差点と小路屋大橋。ありがとうございます。